皆様方もご覧になられてですね、今の機械とあまりお顔変わってないなというイメージあるかと思います。実はこの変わってないように作るのが非常に難しい。というと、もう見るからに、あ、これはジャグラーだということを、お客様にご体感いただけるような顔をしてないと一発目で持ってこれませんので、実はこれ完全な新兄弟でございます。車でいうとフルモデルチェンジしたものと同じというふうにお考えください。それに伴いまして、ガリザさんが一番お好きな部分、はい、ゴーゴーランプですね、はいはい、ここの部分も、ゴーゴーの文字だけではなくて、はい、チャンスの文字まで今回は光らせるというふうに、改良を加えております。ちなみに先ほどの PV でですね、はい、ここがレインボーに光っていたように、はい、思うんですけれども、はい、これは、これは特定の条件を満たしていただいた場合に、はい、プレミアムの演出の中で、レインボーに光る場合もあります。あ、そうなんですね。どういう景気で光るかはまだ今日の段階ではお話をしていけないというふうに言われているので、後日、順を追ってですね、はい、発表していきたいと。まず、ガリトさん気にされていた、はい、A タイプなのかどうか、はい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 、よくネット上もしくは SNS 上でですね、ATT になっちゃうんじゃないかとか、 RT がつくんじゃないかとか、めちゃめちゃ聞きました、変速打ちしなきゃいけないんじゃないかとか、はい、そういう疑問があったと思うんですけども、はい、やはり弊社ジャグラーシリーズ、特にアイムジャグラーでございますので、はい、王道中の王道でいかなくちゃいかんということで、もう完全なる A タイプでございます。なるほど、はい、いわゆる純 A タイプというやつですね。はい、それで作らせていただきました。純 A タイプでこの252枚を撮らせるというのはかなり、高いハードルをクリアをして、持ってまいったという形です。あ、なるほど。一回予約をして何か撮ったりとかっていうのもない、一切ございません。あ、そうなんですね。フリーで売っていただいて、この枚数を、お客様に、ご堪能いただけるという形で、皆様が一番気にされていた部分かと思います。そうですね、ほぼほぼ全設定、平均するとですね、この40ゲームというベース、これによって、若干その獲得枚数で、現行機種よりも、少なめに見えますけども、はい、実はそのビッグもレギュラーもですね、1回の獲得枚数でほぼほぼ今の、回せる回数と同じ回数を実現しています。ですので本当に違和感なく、従来の機械と違和感なく、ご遊戯いただけるというところを一番注力して作った機械でございます。旧アイムジャグラー EX と新アイムジャグラー EX を比較していただきますと、はい、まず合成確率が前世って今の機械よりも全て高くするとですね、イコール、現行機種よりも、あえて言います、はい、ペカル回数、これがですね、多く出せるだろうというふうに考えています。でそれに伴って、出玉率の方も、現行の、効果率とも考えてですね、はいはい、若干、リニューアルさせていただいて、一番上で 105.5%、 一番下で 97% という出玉率で、6段階でしっかり、調整できるというように設計をしてまいりました。この数字というのはもう設計の段階でですね、必ず現行機種よりも数字的には上をいけるスペックというものを実現させていただいたつもりでございます。はい、こうやって出てくるまではちょっと不安とかもいろいろあったんですけれども、ほぼこうして変わらない姿を見て、ちょっと今は安心感を覚えているところです。ありがとうございます。Thank you.
Chit chit, bari bari, chit chit, bari bari.